こんにちは。アソカです。今回はエピソード7のファルコンでガンシップを組み替えてきました。今回は2本立てになってまして、前半では組み替え動画、後半はそれをさらにカスタマイズしたものになっていて、このチャンネル史上最高のディテールで完成させることができました。では早速組み替えでできる範囲でご紹介になります。ちなみにキャノピーだけは別パーツになってます。組み替えでできる範囲っていうのがここまでになってますね。横ハッチがないのでディテールの良さが伝わりませんね。それは後半でご紹介になります。横ハッチはしっかり開くことができますね。そしてコックピットは2人乗りになってます。前の方にはキャノンが2つあります。固定されてるので動きませんが、後半でカスタマイズしていきます。ここのラインが最高にいいですね。これは横ハッチをつけてることによって良さが伝わります。これだとそんなにかっこよく見えませんけど、最高に仕上がってます。そしてコックピットは2人乗りになってます。いい感じですよね。めちゃかっこよすぎます。ミニフィグを取ります。内装も結構おしゃれに仕上げてきました。おしゃれに仕上がりました。そして翼部分になります。あまりパーツで作ったっていうことなので、見栄えがあまりよろしくないっていうのはあります。キャノピーは別パーツになってますね。こちらにも乗せることができます。キャノンの付け方です。とても簡単な付け方です。そしてたまたまテクニックパーツが2つありました。これはとても助かりましたね。あまり格好よくありませんが、これめっちゃ苦労しました。構造がすごい複雑なんですよね。わかりますかね？前後でピンを刺してるって感じなのですよ。自慢ではありませんけど、結構知恵は使いました。その割にはダサい。中にこれが入ってるんですよ。キャノンを作るのが大変でした。そしてある程度おしゃれに仕上がってます。ここは固定されてます。後でカスタマイズしていきます。そしてキャノンも固定されてます。これも後でカスタマイズしていきます。まとめると組み替えでできるのはここまでになります。